メンバーのまとめ役でいつも笑顔を絶やさない彼女、清水梨花。なんかあれですかね、 NMB48 っていう歌の歌詞に出てくるお店とか行ってみたかったけどまだ行けてない場所、それでもちょっと興味あります。NMB48 の曲中に出てくる名所全28箇所を巡るロケに。ナンバーグランド花月です。なんかやってみたかったんですよね、こういうなんていうんですか、芸能人的なことあ、ディクロンさんですね。ブタミのブタマン。ロケならではの出会いもありました。そしてこの二人の協力も。準備する。あいったな、ま、果たして全ての名所を回ることができるのでしょうか。そして流した涙の訳とは。今回もお楽しみに。